ザ・アントファミオンガイデン2です。さっきのモデルで腕を怪我しちまったんだよ。腕怪我すんの？キックバックがハンドルで、まあ跳ねかいて、ダムで力が入らない。しばらく動かさない方がいいな。ねえ、リョコちゃん、今日の仕事を終えたら北海道に帰っちゃうらしいよ。今ならまだ間に合うからさ、行ってあげてよ。行かない手もあるの？まあ仕方ないから行くっちゅうのもありだと思うんですよね。あのやつどこでも行っちまえばいい。みんな関係ないですよ。あのやつのこと考えたら便所行ってこなってきたぜ。おじゃ、俺便所行ってくる。大きい方。はいはい、2時間でも3時間でもゆっくり行ってらっしゃい。りょうこは見当たらないな。ダムレをじっと見つめるこの妙な視線は赤ん坊だ。俺の顔見て泣けるぞ。失礼なことだな。にしてもこんなところにほったらかしにして、おや、どういう神経してんだ。まったく困ったな。どうすればいいんだ。そんな泣くないよ。なんとかしちゃいすしかないか。どうすんのこれ。え、なにこれ。おお、こんなに動かしたら投げだぞ。よし、いいかな。いや、また泣き出しまったよ。どうしよう。こっち、いいの？いらして、こんなに。横は怖いんだね、縦なんだね。よし、泣きやんだぞ。だんだん感じがつかんできたぞ。じゃあ、まだ泣くのかよ。今度はどうすればいいんだ。今度横なんだ。まあ、飽きるもんね、縦ばっかりだからね。これ大丈夫かな。目離すの普通、赤ちゃんって。離せなくないか、このぐらいの年の子だったら。すみません、本当にありがとうございました。これからちゃんと見とかなきゃダメだぞ。疲れた。腕痛かったけど、母ちゃんが見せてよかったな。あんた、腕は大丈夫なの？ひとめた腕はかばってるみたいに見えるわ。何言ってんだ。無敵だ。こんなの痛くも痒くもない。それならいいけど、でもなんだか意外な感じだわ。何が意外なんだ。契約で大飯ぐらいのただの嫌なやつかと思ってたけど、子供といるとき優しい顔してた。か、何言ってんだよ。泣き声がうるさいから泣き寄せただけだ。そういうことにしておいてあげるわ。見透かしてんなこと言いやがって。さて、こっちでの仕事も片付けたし、早く北海道に帰らなくちゃ。すまん、一つ聞かせてくれ。俺北海道に連れてってどうするつもりだったんだ。トドの餌にしようと思っただけよ。この間ひどくっちまったのは謝るからさ。本当のこと教えてくれないかな。変な貝の像にまで顔をかけなきゃいけなかったのには理由があるんだろ。負けず嫌いの涼子が俺に頼むくらいだ。きっと大事なことだと思うんだ。私には七子っていう妹がいるんだ。まだ小さいんだけどトラックが好きな子でね、天下一のトラックに乗るっていう夢を持っているの。なかなか見込みのある子だな。でも彼女は生まれつき重い病気を持ってるんだ。ずっと病状は安定してたんだけど、最近容体が急変して手術をしなければ危険な状態なの。じゃあすぐに手術しなきゃ。そんなこと言われなくたって分かってるよ。ごめん。怒鳴ったりしてごめん。私がこっちで働いてお金は作ることができたわ。
だからもう北海道に帰るの。でもね、手術の成功率は高いとはとても言えない。そうだったのか。だから手術の前に奈々子の夢を叶えてあげたかった。天下一のトラックに乗せて希望を持たせてあげたかった。それで俺を北海道に連れて行こうとしたのか。うん。そんな大事なことなんで今で騙したんだよ。だってあんたが軽薄で大飯ぐらいでスケベ面でうぬぼれ屋で奈々子の天下一のイメージを壊しちゃいそうだったから。本当にひどい言われようだな。それに男に頼るなんて私の柄じゃないし。しょうがねえな。よし、よくね、思いを届けたんだ。俺が手間だった。でもあんた腕を怪我してるんでしょ。その腕で運転なんて危険だわ。バカや、ごちゃごちゃ言わずに腕に任しとけ。どうだい、かっこいいだろ。じゃあ出発しようか。そっか、じゃあどうすればいいかな。勝負。よーし、奈々子ちゃんのためにお兄ちゃん頑張って天下一の勝負を披露するぜ。奈々子ちゃんのためだ。俺の体なんかぶっ壊れたって怪しない。ねえ、そこでやんの。ねえ、いつ奈々子ちゃんの今観測を振り向ける。すごいね、すごいよこれは。大丈夫かよ。大丈夫かね、これね。手術ね。いいね。大丈夫だよな、これな。結構セリフ長いから、こういう振りで失敗するとかじゃないの、手術。リアリティはあるかな。まあ今日こんぐらいで、また次回。